すまない。つかぬことを聞くが、妖魔を見たことはあるか？ああ、申し訳ない。ここの人じゃなければ戸惑うかもしれないな。僕は趙雲、リーユへの奉仕だ。妖魔とは、僕ら奉仕一門が邪水に対して使う総称だ。妖魔は古き時代から存在し、リーユへの至るところに潜んでは気を伺っている。僕の仕事はそういった輩を払ったり退治したりし、横島なものから民を守ることなんだ。え、どこが似ているんだ？おお、そう言われるとは。確かにそうだな。ああ、すまない。少し話が逸れてしまったな。お前のその反応だと、やはり妖魔のことはしっくりこないか。いや、気にするな。では最近、周りで変なことは起きなかったか？些細なことでも構わない。妖魔を追う手がかりになるかもしれない。そうか。いや、大丈夫だ。よくあることだから。ならば、今ある手がかりにかけるしかないか。今はどの手がかりも、妖魔との関係性が不確かで、重要な情報がどれかはわからないが、もしお前も気になるのであれば、その中からいくつか目に留まったものを教えよう。近日開催、無謀の丘で肝試し大会。仲のいい方と共に、その度胸をお試しあれ。最近、夜になると窓の外から足音や叫び声が聞こえてくるんです。子供が怖がって眠れずにいます。桐原に巨大な黒い影が出現。飛行に回転、さらには火を吹き、怪しいイオンまで。これらが今、僕の気になっている手がかりだ。いやいや、もし酔っ払いならば、酒癖が相当悪くないと子供も怖がらないだろう。それとも僕の解読が間違っているとでも？つまりお前はこれら手がかりは妖魔とどれも関係ないというのか？ああ、すまない。少しだけ落ち着く時間をくれ。心配ない。僕は幼い頃からこんな体質なんだ。いや、ただつい感情的になってしまい、そのせいでよく調子を崩してしまうんだ。このように熱しやすい体質のことを世間では順応の体という。ああ、この体質を持つ者は千年に一人と言われていてな。奉仕にとってはとても強力な武器で、この体質だけで妖魔を追い払うことだってできるんだ。その代わり、常に感情の起伏に注意しなければならない。でないと、つい過剰な振る舞いをしてしまう。さっきの手がかりは、数ある情報の中から選別したものなのに、そのどれもが妖魔と関係ないなんて。ダメだ。気分が、胸が熱くなってきた。息苦しい。大丈夫だ。念のためアイスを用意している。はぁ、生き返った。実は味はないんだ。味があるとたくさん食べられないからな。心配してくれてありがとう。僕はもう平気だけど、手がかりが全て無駄になってしまった。さて、どうしたものか。あ、僕も視線を感じていた。お前も気づいたということは、やはり僕らを見ていたんだな。見るだけで何もしてこないのは、何か話したいことがあるからだろうか。そうしよう。もしかしたら助けを必要としているかもしれない。何ですか？ごめんなさい。すぐにどこか行きますから。大丈夫。そう怖がらないでくれ。別に文句を言いに来たわけじゃない。ずっとここに立っていたから、
何か困ったことでもあったのかと思ったんだ。困ったことではありません。ただお兄さんの食べてたものがとても美味しそうだったから。僕の妹は食いしん坊で、美味しいお菓子があるとすごく喜ぶんです。兄として妹を喜ばせたいんですけど、貧乏だし、お母さんからは節約するよう言われているから、お菓子を買ってあげることもできなくて。僕のアイスが欲しいのか？でもこれは別に美味しいものではないぞ。大丈夫です、妹は食べたことのないものなら何でも喜びますから。僕も食べたことないですけど。そうか、それは参ったな。実はあと2分しか残ってないんだ。アイスは僕にとっても非常に大切なものだ。これから妖魔と戦うならなおさらのこと。このアイスがないと体質が暴走してしまうかもしれない。一本、うん、一本残っていればおそらく大丈夫か。アイスはお兄さんにとっても大切なものだ。だから一本しか譲れないが、いいだろうか？いいんですか？ありがとうございます。妹が喜んでくれればそれだけで満足です。うわ、もう溶け始めた。ごめんなさい、早くチコガンに帰らないと。陽気を抑えるためのものを子供が羨ましがるなんてな。まあいい、妖魔の剣に戻ろう。先ほど簡単に妖魔の手がかりを判別していた様子を見るに、お前はきっと物知りなんだろう。まだ詳細を確認しきれていない手がかりがいくつかある。全て友人からもらったものなのだが、僕の経験と知識ではうまく判断が下せない。どうか恩を売ると思って一緒に来てくれないか？ではついてきてくれ。まず漫文集社へ向かおう。友人に妖魔の手がかりがたくさん書かれた紙を渡されてな。その紙の内容をもとに漫文集社の本を確認すると手がかりがわかるようになっているらしい。僕が手がかりを一つずつ読むから、お前にはその判断を任せてもいいだろうか？では始めるぞ。どれどれ。警察さんの下に瑠璃袋が変化した妖怪がさまよっている。巨大な体で人を食べてしまうようだ。真夜中になると悲運の丘に鬼の影が現れる。その妖魔は怨念の集合体のようだ。リーウェイ港にはアイスの化身たる大妖怪が潜んでいる。ん？なんだこれは。まあいい、とりあえずこの中から妖魔の可能性が一番高いものを選んでほしい。これはありえるかもしれない。だが先ほどの噂と同じように勘違いなだけで、悲運の丘を往来する者が見間違えた可能性もある。次はこっちだな。雲来の海の深く、漁船や商船を襲い豪華な宮殿を建てている妖魔がいる。千年の月日により絶雲の間の巨大琥珀に自我が芽生え騒乱を起こしている。万民堂に唐辛子を食い尽くす妖怪が出没するとの目撃情報が多発。可能性はなくもないが、考察のしにくい話だ。それに深海まで調査に行くわけにもいかない。まだあるんだ。桐原の近くで仮面をかぶり長槍を持つ怪しい人物を見かけた。彼からは不穏な気配が伝わってくる。水色の髪の胞子を見たことがあるんだが、実は彼妖魔なんだ。お、なんだこれ。あとは霧を操る妖魔がいる。非常に警戒心が強く
最近は命運町、桐原、陽光の浜で奴の痕跡を発見した。おう、それは聞いたことがある。今もずっと追っているんだが、あまりにも用心深くてまだその姿を見たことがないんだ。この感じだと信用できない手がかりか、調査のできない手がかりばかりだな。こんなに集めたというのに役に立つものがないとは。ああ、これら手がかりは行明という友人からもらったものだ。本を読むのが好きで、いろんなことを知っている。いつも積極的に協力してくれて、毎回いろんな情報を教えてくれるんだ。巡洋の体でなければきっと今頃たくさんの妖魔を退治できていたことだろう。いつかちゃんと礼を言わないとな。だろ、毎回迷惑ばかりかけているのに、あいつは全然嫌味なことを言わないんだ。いつも助けてもらってばかりで、それに話も面白い。一緒にいると実に楽しいんだ。すまない、話が逸れてしまったな。それともう一つ別の手がかりが書いてあった。詳しい説明はないが、無謀の丘周辺のようだな。肝試しの噂もあることだし、二つの手がかりが無謀の丘のことを指している。無謀の丘の気候は一年を通して異常で、僕も普段から気をかけている場所だ。きっと何かしらの収穫を得られるはずだろう。ああ、早速行ってみよう。見たところ、これといった問題はないな。調査する必要がないくらい普通だ。変わった気候と環境のせいで、無謀の丘には数多くの言い伝えがあるが、その多くは根も葉もない噂ばかりで考察のしようがない。だからこの状況についても予想していなかったわけじゃないが、ああ前にも言っただろ、巡洋の体は妖魔を驚かせ追い払ってしまうと。他人から見れば羨ましがられる体質かもしれないが、この体質だけに頼っていてはこれまで修行してきた砲術が無駄になる。だが砲術の鍛錬をやめてしまえば、いつの日かこの巡洋の体にひるまない妖魔と対峙した時、僕はそれを払う術がなくなる。修行だけして実践が未経験だと、どの技が効き、どの技を鍛えるべきかが見えてこない。なのに今まで砲術で妖魔をほふるどころか、妖魔を見たことすらないんだ。つい弱音を吐いてしまった。気にしないでくれ、こういったことには慣れている。せっかくここまで来たんだ、手がかりに記されていた二つの場所を調べてみることにしよう。この霧は見覚えがあるな。とある妖魔が残したものに違いない。これだけ立ち込めているとなると、おそらく立ち去ったばかりだろう。そうだな、今までの努力は無駄ではなかった。だがまだ気を抜くな。この霧を放置すれば汚染を引き起こすことになる。ヒルチャールのような魔物が汚染されると攻撃的になり、辺りに住む者たちに危険が及ぶ。そしてもし通りすがりの冒険者が汚染されてしまえば、より悲惨な結果が待っている。問題ない、任せてくれ。それと周りに霧が残っていないか確認しながら追いかけよう。もし残っていたら、まずはそれを何とかした方がいいだろう。そうだ、この先はさらに危険になる。戦闘の準備を怠るなよ。
褒めすぎだ。妖魔を退治するんだ。これくらい気を張るのは当然のことだ。僕の怠慢でお前や他の人が怪我を負ってしまったら両親が痛む。さあ手遅れになる前に出発するぞ。妖魔がいるのは間違いないな。それにただものではなさそうだ。もう少し先へ行ってみよう。やはりヒルチャールが現れたか。一匹残らず始末するぞ。この痕跡は少し前のものだな。どうやら妖魔はすでに逃げた後みたいだ。道もないし痕跡もここで途切れている。これ以上追いかけるのは難しいだろう。かなり前から僕の存在に気づいていたんだろう。だから逃げられてしまった。だが言い換えれば巡洋の体を無視できるほどの力を持った妖魔ではなかったということだ。それなら心配ない。引き続き僕が後を追うから、そうやすやすと人前には出てこれないはずだ。せいぜい追い払うだけになるだろうな。こんな結果になってやっぱり残念か。そうか、妖魔の悪しき痕跡を処理して魔物を撃退したじゃないか。それだけで奉仕としての仕事は満点だ。唯一の心残りは砲術で妖魔を退治できなかったことくらいか。だがそんなものはとうに想定済みのこと。この目標は生涯をかけてなすものだ。今落ち込む必要はない。そうだろ。だからお前も元気出してくれ。実はお前には感謝しているんだ。僕の変わった体質を知ってもなお、お前は諦めずに最後まで付き合ってくれた。仮に非常に強力な妖魔に遭遇していたとしても、お前のように経験豊富な冒険者がそばにいてくれたら、それだけで安心する。お、あそこを見てみろ。晴れてきたみたいだぞ。行ってみよう。でも、本当に心残りなんてないんだ。妖魔は見つからなかったが、お前に出会えた。ああ、すまない。この言い方じゃ紛らわしかったな。僕が言いたかったのは、損得に関わらず、旅の途中で得た経験と縁も、とても大切なものだってことだ。そうだな。アイスがなくてもなんとかなるだろう。はい、2本しか残ってないが全部あげよう。妹と分けて食べるんだぞ。本当にいいんですか？お兄さん、ありがとうございます。きっと妹も喜ぶはずです。あの子が喜ぶ姿なんて久しぶりに見るな。うわ、もう溶け始めた。ごめんなさい、早くチコガンに帰らないと。陽気を抑えるためのもので子供があんなに喜ぶとはな。はあ、アイスがないとなると不安だな。普段アイスは万民堂に注文して作ってもらっているんだ。材料はそう凝ったものではないが、万民堂は人気だからな。この時間だとウッ師匠は手が離せないと思う。だが亡くなった以上はウー師匠に頼むしかないか。お、心配ない、大丈夫だ。お前の責任ではない。むしろいい選択だったと僕は思うぞ。だがそこまで言われるとこれ以上断るのも悪いな。万民堂に行こう。僕についてきてくれ。
困ったな。ウ師匠は店にいないみたいだ。シャンリンもいないか。仕方ない、待つしかないか。だが妖魔の剣を放っておくわけにも。まさか料理ができるのか。では頼んでもいいだろうか。助かる。水が必要なのは知っているが、それ以外にも要求を抑えるのに何か特殊な材料を使っているかもしれない。例えば植物や果実、何かの薬剤とか。この辺の知識はあったりしないか。なんだか危なそうだが。いや、毒を持って毒を制すとも言うしな。とりあえずお前の判断に任せよう。禁止した方がいいだろうか。アイスに必要な材料は手に入ったか。もうできたのか。この色食べて大丈夫なのか。とりあえず試してみるか。本当に食べられるんだよな。辛い、喉が焼ける。これは絶対に違うと思うぞ。中原のもつ焼き、安くて美味しいよ。お、その材料ならありえそうだ。さすが物知りな冒険者だ。すぐに適した材料を思いつくとは。アイスに必要な材料は手に入ったか。貯金した方がいいだろうか。正直な。もうできたのか。うん、見た目は僕がいつも食べているアイスに似ているな。どれどれ。間違いない。この感覚、体内の力が静まっていくのを感じる。感謝する。これでアイスの心配は消えた。本当にすごいな、お前は。こんなにすごいと知っていたら、あの子のためにも作ってあげられたな。あの子の家族にも食べさせてやれたかもしれない。そうだ、あの子は家が貧しいとも言っていた。せっかくなら何か手伝ってやりたいんだが。妖魔を退治するのはリーウェイの民が平和に暮らすためだ。あの子が助けを必要とするなら、それを手伝うのも妖魔退治と似たようなものさ。あ、確かチコガンと言っていたな。そこへ向かおう。一体どこで手に入れたの。お小遣いは渡してないはずだけど。まさか盗んだんじゃないわよね。違うよ、優しいお兄さんがくれたんだ。町中を歩き回って物乞いをしたってこと。そんなお行儀の悪いことしちゃダメだって教えたじゃない。それに知らない人から物をもらったらダメでしょ。でも僕からもらったわけじゃ。お兄さんが先に話しかけてくれたんだ。嘘つかないの。ちゃんと反省しなさい。失礼、そのアイスは確かに僕があげたんだ。この子がねだったわけではない。あ、このお兄さんだよ。どちら様かしら。僕は趙雲。服装を見てわかるかもしれないが、法師だ。先ほどこの子から家のことを聞いて気になって訪ねに来たんだ。そうなのね。ごめんなさい、私が誤解してたみたいだわ。ごめんね大竜、お母さんが悪かったわ。ううん、大丈夫だよ。このお兄さんともっとおしゃべりしてもいいかな。ええ、でも妹の世話をちゃんと見ながらよ。
お母さんは他に用事があってしばらく帰ってこれないから。うん、安心してお母さん、行ってらっしゃい。ありがとうございます。お兄さんがいなかったらお母さんに誤解されたままでした。アイスありがとう、冷たくて美味しい。あ、こんなにたくさん、ありがとうございます。うん、わかった、ありがとう。お兄さんたちって侠客みたいだね。侠客？数日前僕が妹に聞かせた物語です。今妹は義侠心を持つ侠客にすごく憧れてまして。侠客にはお友達がいっぱいいるんだよ。一人でも悪者は倒せるけど、二人ならもっともっと悪者を倒せるんだ。お兄さんたちもきっといいお友達なんでしょ。それは。わーい、やっぱりそうだ。ずっと仲良しでいてね。ラクと遊んでくれる？一緒に遊びたいな。わがまま言わない。お二人にも用事があるんだから。え、ダメ？え、僕はすまない、ちょっといいか。この子たちかなり期待しているようだ。かまってあげないと落ち込むんじゃないか。ああ、そうだな。でも大したことではない。ただ少し心配なだけだ。僕は昔から妖魔退治と砲術の修行に時間を費やしてきた。修行だけじゃなく、自分の感情を抑えて体が暴走しないようにも注意しないといけない。だから遊ぶ暇もなくて、どうやって子供の相手をしたらいいのかもよくわからないんだ。お兄さんと呼んでくるし、きっとすごい期待をしてるだろうな。でも実際は退屈させてしまうかもしれない。そうか。でも僕の友人は僕とあまり遊ばないんだ。よし、じゃあ行こう。もし僕が変なことをしてしまったら助けてくれよ。あ、お兄さんどうかな、一緒に遊んでくれる？ああ、頑張ろう。お兄さんなんだか緊張してるみたい。大丈夫だよ。じゃあ最初はかくれんぼしよう。お兄さんが鬼ね。ちゃんと50秒数えるまで目を開けちゃダメだよ。僕がか？じゃあ僕たちは隠れますね。3人全員見つけたら鬼の勝ちですよ。私はそう簡単に見つからないよ。どこに隠れてもいいのか？もちろん、それがかくれんぼの面白いところなんだから。でも楽についてきちゃダメだよ。楽のとっておきの場所には2人も入れないから。ああ、わかった。だが隠れる場所に当てなんてないぞ。お前の言う通りだな。一度やってみよう。じゃあ行くね。覗いちゃダメだよ、絶対ダメだからね。僕の負けです。かくれんぼが得意なんですね。驚きました。ここに隠れても見つかるなんて。ああ、ちゃんと目閉じてたよね。隠れるところを見てたわけじゃないよね。あっさりと見つかってしまった。ここならバレないと思ったんだ。いつも僕が追っている妖魔たちはどいつも隠れるのが上手なんだ。奴らが今までどんな場所に潜んでいたのかまとめてあるんだが、ここみたいに
四方が囲まれていて埃が積もるような場所は光も差さないから妖魔が隠れるのに最適なんだ。緊張しすぎて一番大事なことを忘れてしまっていた。見つかったからには負けを認めよう。簡単な遊びではあるが、参加しているうちに面白くなってきたぞ。ああ、もっとたくさんの友人を集めてまたやろう。さあ行こう。お母さんまだかな。お腹ペコペコだよ。お兄さん料理は得意？わがままばかり言うな。お二人には随分と遊んでもらったじゃないか。もうちょっとだけいいでしょ。おう、構わないぞ。だが普段から食事にはあまりこだわりがなくてな。体に異常をきたさない限り何でもいいんだ。異常？お兄さん病気なの？体は大事だよ。大したことではない。多少体質の問題があるだけだ。三光の麺というかなり美味しい料理があるんだが、熱い食べ物は苦手だから自分なりに作り変えて三光の冷やし麺というものを創作したことがある。冷やし麺いいな。冷たいの食べたい。しかし普通の三光の麺ほど美味しくないかもしれないぞ。そんなことないよ。アイスみたいにきっと美味しいと思うんだ。そうか。厨房を借りるぞ。材料さえあれば作れる。材料は集まったか？出来たてのチコ魚。どうだ、味は悪くないだろうか。気に入ってくれたか。安心した。三光の冷やし麺、あの子たちにも食べてもらおう。気に入ってくれるといいのだが。ああ、こんなの食べたことない。お兄さん、もしかして料理人だったりする？あんなに自信なさそうだったのにこんな美味しい料理を作れるなんて。まだありますか？おかわりしたいです。ラクもおかわり。そう焦るな。まだいっぱいあるからゆっくり食べてくれ。お腹いっぱいだ。お兄さんって本当に優しいんですね。ご飯が終わったらまた遊ぼう。まだ遊ぶのか。これは完全に予想外だ。僕と遊ぶのは退屈だとばかり思っていたのに。そんなことないよ。すっごく楽しいもん。普段の冷たさがなくなったらもっと楽しくなると思うよ。ほら行こう、もっと遊ぼう。出来たてのチコ魚。すまない、つかぬことを聞くが、妖魔を見たことはあるか？ああ、申し訳ない。ここの人じゃなければ戸惑うかもしれないな。僕は趙雲、リーユへの奉仕だ。妖魔とは僕ら奉仕一門が邪推に対して使う総称だ。妖魔は古き時代から存在し、リーユへの至る所に潜んでは気を伺っている。僕の仕事はそういった輩を払ったり退治したりし、横島なものから民を守ることなんだ。おお、御法夜叉のことを知っているとはな。僕は彼をとても尊敬しているんだ。長年にわたり御法夜叉と奉仕は表と裏で共にリーウェイを守ってきた。ああすまない、少し話がそれてしまったな。お前のその反応だとやはり妖魔のことはしっくりこないか。いや気にするな。では最近周りで変なことは起きなかったか？些細なことでも構わない。妖魔を追う手がかりになるかもしれない。そうか。いや大丈夫だ、よくあることだから。
ならば今ある手がかりにかけるしかないか。今はどの手がかりも妖魔との関係性が不確かで、重要な情報がどれかはわからないが、もしお前も気になるのであれば、その中からいくつか目に留まったものを教えよう。近日開催、無謀の丘で肝試し大会、仲のいい方と共にその度胸をお試しあれ。最近夜になると窓の外から足音や叫び声が聞こえてくるんです。子供が怖がって眠れずにいます。桐原に巨大な黒い影が出現、飛行に回転、さらには火を吹き、怪しいイオンまで。これらが今僕の気になっている手がかりだ。しかし肝試し大会が開催されるような地ならば、そこには何かしらの怪異が関わっているのではないか。この肝試しは奉仕としての試金石になるに違いない。きっと妖魔退治に必要な力と意志を試すものになるはずだ。それとも僕の解読が間違っているとでも。やはりこの中では肝試しが最も信憑性が高そうだ。さっきも言ったように、肝試しが行われるような地には何かしら怪異が絡んでいたりする。妖魔が潜んでいるに違いない。だがこの肝試し大会には妙なルールがあるんだ。絶対に二人で参加しなければならないらしい。仲を深める？よくわからないが、それと妖魔に何の関係があるんだ？とにかく、もし時間があったら、僕と一緒に参加してみないか？お前は肝試しについて、僕の知らない知識を持っているようだし、きっとお前の旅の経験が、妖魔探しにも役立つと思うんだ。ありがとう。共に参加してくれる人を探してたんだ。そうと決まれば、早速行こう。もし開催地に妖魔が出没するようなら、本当に危険だ。皆様、どうかお気をつけください。中に入ったら周りをよく観察して、気をしっかり持つんですよ。そして、肝に銘じてください。決してお連れ様を一人にしないこと。一人になると余計怖くなりますからね。見ろ、係の者が参加者に忠告している。やはりここには何かがあるんだ。早く調査に取り掛かろう。お二人様、ようこそいらっしゃいました。仲が良さそうですね。実は知り合ったばかりなんだが。いえいえ、大丈夫ですよ。恥ずかしがらずに楽しんできてください。ああ、そうだ、出発の前にこの飲み物をどうぞ。これは体内の陽気を引き出して肝を太くする飲み物です。それに普段では見えないものが見えるようになったりします。ほら、ワクワクしてきませんか。陽気だと。鬼といえば陰、そしてそれを払うのが陽です。つまり陽気が必要となってきます。そんな飲み物を聞いたことないが、まさか秘宝の類だろうか。それとも何かの薬剤。そうなのか。なら、なぜあのものはあそこまで大げさに言うんだ。にしても、万が一この飲み物に陽気を引き出す力があるなら、僕にとってはかなり危険だ。僕は純陽の体という希少な体質の持ち主なんだ。この体質は周囲の妖魔を追い払ってくれる反面、そのせいで僕の情緒も不安定になりがちでね。普段は暴走しないよう抑えてるんだ。外部から余計な刺激を受けない限りは。そっちのお兄さん、その顔どうやら疑ってますね。この飲み物が信用できませんか。美味しいし効果も抜群ですよ。何も心配はいりません。ではこうしましょう。どちらか片方が飲んで、飲まなかった方を守るというのはどうです。面白そうではありませんか。せっかくの行為、無下にはしにくいな。
飲み物はこちらです。さあどうぞゆっくりお飲みください。おお、気合十分ですね。それじゃ2名様入ります。飲み物を飲んだらなんだか、いや、なんでもない。早く先に進もう。ここが肝試し大会の会場か。想像以上に人が多いな。もしこの場に本当に妖魔がいたら皆が危険だ。念入りに調べないと。今のところ特に異常はないが、もっと周りを探してみよう。何か手がかりがあるかもしれない。参加者たちは危険があると微塵も思っていないようだな。彼らを守ってやらないと。ん？言ってる意味がよくわからないのだが。つまり、わざわざここまでやってきて恐怖を味わうのが娯楽だと。そうか？うん、一理あるな。確かに僕はあまり娯楽に対して関心を持たないまま生きてきた。それに普段から妖魔退治と砲術の修行に時間を費やしてるしな。修行だけじゃない。自分の感情の起伏を抑えて体が暴走しないよう注意して生きてきた。だから遊んでる暇もなかったし、皆がどうやって遊んできたかもよく知らないんだ。さあ早く妖魔を見つけよう。どこから調べる？ほっ！おー、なんなの？あんたが肝試し大会なんかに誘わなかったら、こんな怖い思いしなくて済んだのに。そう怒るなって。ほら、ここから出ればいいだけの話だろ。はあ、もう少し度胸があるもんだと思ってたんだけどな。それとこれとは別。すまない、盗み聞きするつもりはなかったんだが、ひょっとして妖魔に遭遇したのか。僕たちは妖魔を探しているんだ。もしよかったら詳しい話を聞かせてくれないだろうか。あんた誰よ。別に何も見てないわよ。何も知らないから私に聞かないで。お願いだから放っておいて。妖魔にも幽霊にも関わりたくないの。ああ、誤解だ。僕はただそれの見た目と行方を聞きたいだけで。説明しにくいなら道を案内してくれてもいいが。道案内？私をどこまで連れてくつもり？いや、僕らが連れていくわけでは。案内をしてほしいだけで。絶対に嫌！はい、そこまで。それ以上言っても彼女の誤解が深まるだけだ。怖がってるのがわからないのか。そんなもん探したければ自分で探してくれ。すまない、悪気はなかったんだ。まさか怖がらせてしまうとは。そうなんだ。だからお前たちが遭遇した妖魔を見つけ出し、被害が広がる前に始末したいだけで。奉仕が妖魔退治のために肝試しに来るなんておかしいだろ。ま、事情は分かった。だが俺らは妖魔なんて言葉一言も言ってないぞ。そっちの勘違いだ。俺はただ彼女と遊びに来ただけ。ただま、こいつが怖がってるからもう帰るけど、お前らが探してるようなもんは見てない。強いて言うなら変な音を立てる黒い影を見たくらいか。礼を言う。それだけ分かれば十分だ。どうやら何かがこの地に潜んでいるのは確かなようだ。だがなぜ怖い思いまでしてこんなところへ遊びに来るんだ。奥が深いな。僕は妖魔相手に恐怖を感じたことがないから、その気持ちを理解できそうにない。だが一つ分かったことがある。それはお前がすごいやつで、ここに誘ってよかったということだ。とにかく他の場所を探してみよう。
これは間違いなく妖魔の痕跡だ。痕跡が薄いのには二つの可能性がある。一つは妖力が弱いから、もう一つはかなり前にここを立ち去ったからだ。どちらにしろ僕の予想通り、ここには妖魔が潜んでいる可能性が高い。いや、無謀の丘がこんな風になったのには様々な言い伝えがある。だがどれも根拠に欠けていてな。まあこのように変わってから妖魔を引き寄せるようになったのは事実だが、さて痕跡も見つけたし、これで妖魔に一歩近づいたな。ついてこないで。もうこれ以上つきまとわないでよね。そこまで拒否しなくてもいいじゃないか。とりあえず落ち着いてよ。ほらそんな怒らないで。もう知らない。一体何考えてるの？待て、それ以上動くな。もう大丈夫、怖がらないでくれ。今払ってやる。払う？あなた誰？何を言ってるの？ん？あれ？人間だな。すまない、早とちりしてしまったようだ。あまりにも拒んでいるものだから妖魔に襲われているのかと思ってしまった。彼女はただ怒っていただけで。何が怒っていただけよ。誰のせいだと思ってるの？私たちデート中なのよ。なのにあなたと来たらただ入り口をうろうろするだけ。それじゃあ肝試しの意味がないじゃない。悪かったよ。それに今はこうやって一緒に歩いてるじゃないか。いやごめん、本当はちょっと怖くてさ、わざともたついてたんだ。僕が悪かったよね。他の人もいるし、お互い少し冷静になろう。はあ、ただの勘違いだったか。思わず飛び出してしまった。謝るから許してくれ。もう一度チャンスをくれないか。お願いだ。いいわ、私も大声出してごめんなさい。いいんだ、気にしてないよ。君は僕の大切なベイビーなんだから。やだ、急にどうしたの？もう。ただの恋人同士のようだな。うん、こんな危ないところまで来るなんて。邪魔しないでおこう。すまない、急に気分が悪くなってきた。少し休んでもいいだろうか。さっきの飲み物が原因かもしれない。体の中の陽気がざわついている。もし陽気が暴れ出したら、僕は自分の体を制御できなくなる。お前がいるから安心だが、極力迷惑はかけたくない。仮に制御ができなくなったら、妖魔よりも厄介なことになる。どこか休憩できる場所はないだろうか。そうか、わかった。お前も優秀な冒険者だしな。危なくなったらすぐに僕の名を呼んでくれ。疲れた。やっと休めるぜ。ちっとばかしやりすぎたか。何か腰を抜かしたやつがいたな。あ、ここは立ち入り禁止だぞ。まあいいや、全部聞こえてたんだろ。俺はここの鬼役で今は休憩中。暑いから衣装を脱いだんだ。そうだよ、本物の鬼なんかいるわけねえだろ。俺たちも参加者も本物の鬼が見たいわけじゃねえんだ。求めているのはただの雰囲気、あるいはきっかけ、そして最も重要なのは刺激だ。高鳴る胸の鼓動、そして恐怖と驚き。普段じゃ言えない言葉を口にできるのが肝試しの醍醐味なんだよ。
よっしゃ、俺もそろそろ仕事に戻るか。あんたも連れと仲良くやれよ。おかえり。どうだ、妖魔はいたか。それってつまり妖魔どころかここには何の危険もなくて、全ては人の手で仕掛けられたものだったってことか。そうか、また勘違いしていたのか。まずい、気分が悪くなってきた。全てが明らかになったことだし、もうリーウエコーに戻った方がいいな。少し手を貸してくれないか。大丈夫、まだ平気だ。本当に大丈夫だから。なんとか手がかりは見つかった。次はもう少し奥まで進んでみよう。だが僕はこの体質だ。ここで待機しておこう。さっきまでは手がかりを集めていただけで、妖魔がいるとは限らなかった。だがその可能性が生じたからには、より慎重に行動すべきだ。僕の巡洋の体では妖魔を驚かせてしまう。それで逃がしてしまえば、これまでの苦労が水の泡だ。冒険者であるお前の実力と経験を信じているぞ。もし強い妖魔が現れたら、僕もすぐに駆けつける。ああ、頼んだぞ。やっほー。ふぅ、疲れた。やっと休めるぜ。ちっとばかしやりすぎたか。何か腰を抜かしたやつがいたな。あ、ここは立ち入り禁止だぞ。まあいいや、全部聞こえてたんだろ。俺はここの鬼役で今は休憩中。暑いから衣装を脱いだんだ。そうだよ、本物の鬼なんかいるわけねえだろ。俺たちも参加者も本物の鬼が見たいわけじゃねえんだ。求めているのはただの雰囲気、あるいはきっかけ、そして最も重要なのは刺激だ。高鳴る胸の鼓動、そして恐怖と驚き。普段じゃ言えない言葉を口にできるのが肝試しの醍醐味なんだよ。よっしゃ、俺もそろそろ仕事に戻るか。あんたも連れと仲良くやれよ。おかえり。どうだ、妖魔はいたか。それってつまり妖魔どころかここには何の危険もなくて、全ては人の手で仕掛けられたものだったってことか。そうか、また勘違いしていたのか。ではここに留まり続ける必要はないな。あれは確かに妖魔が存在していた証だが、まだこの辺りにいるかはわからない。僕ももう少し調べたいと思っていたんだ。ああ、その通りだな。落ち込んでいる場合じゃない。二手に分かれた方が効率がいいだろう。僕には巡洋の体がある。だから近づけば妖魔に気づかれて、どこか遠くに隠れられてしまう。逆に単独行動のお前は、逃げようとする妖魔を見つけやすくなるだろう。ああ、それで行こう。僕が到着するまで時間を稼いでおいてくれ。僕はこっち、お前はあっちを頼む。さあ、行くぞ。
ってくれない？あの水色の髪の胞子がね、怖いの。だからあの胞子を連れてどこか遠いところへ行ってほしいの。全然近づけないの。あの力怖いよ。このままだと線消えちゃう。線はまだ消えたくないの。だからお願い。じゃあお願いがあるんだけど、さっきあの胞子が誰かと揉めてるところを遠くから見たんだ。線なら面倒なやつを追い払えるよ。その代わり線を見逃してくれない？本当だよ、線は嘘つかないもん。ダメかな。うん、お願いを聞いてくれてありがとう。あの水色の髪の胞子、いい人だといいな。線が彼を手伝う、あなたも彼を手伝う、そしてあなたが線を手伝って。お前さ、さっきから妖魔だのなんだのってお客さんから苦情が入ってるんだが。そうですよ、そもそも奉仕が肝試し大会に参加して鬼はいないって言い回るなんて、どんな嫌がらせです。正直納得がいかない。この会場に鬼がいるのなら、参加者の安全をないがしろにして金を稼ぐのは道徳に反している。逆に鬼がいないとなると、このような雰囲気を作っただけの大会を開催するのは詐欺じゃないか。僕の質問にまともに答えようともせず、それで嫌がらせだと？だから肝試し大会っていうのはもともとそういうものなんだって。そんなしつこく聞かれても俺たちだって答えようがない。これ以上お客さんに迷惑をかけるならここから出てってもらうからな。納得できる説明が聞けたなら言われなくともここを去るさ。だが今この状況でここを去ってしまえば、妖魔を見逃したのと同じこと。助けてー！ お化けだー！助けてくれー！ おい、何があった？皆さん、どうされたんですか？まさか、本当に鬼が。そんなバカなことあるか。だがこのままだと怪我人が出てもおかしくない。みんな落ち着いてくれ。係の指示に従って行動すれば大丈夫だ。なるほど、妖魔ではなく幽霊がさまよっていたのか。その子が僕の危機を知り、わざと皆を驚かして助けてくれたと。お前の話を聞く限りだと確かに害のある存在ではないようだ。わかった、その子は人を傷つけないのだろ。今回は見逃そう。だがいつの日か一線を越えるようなことがあれば、奉仕の責務に関わらず僕が責任を持ってこの手で払う。いいや、これは僕の判断だ。全て僕が背負う。では行こう。ここの主催者は僕たちがあまり好きではないようだしな。ん？どうした？僕は自分の善悪に対する判断を信じている。善か悪かの判断は慎重に行わなければ一生悔やむことになるからな。待ってくれ、まさか僕のことを妖魔退治に固執する頭の固いやつだとずっと思っていたのか？そうか、僕はそんな風に見えていたのか。ああ、そうなのか。よかった。よし、じゃあそろそろ帰るとしよう。ああ。おかえり、どうだ？妖魔はいたか？それってつまり妖魔どころかここには何の危険もなくて、
全ては人の手で仕掛けられたものだったってことか。そうか、また勘違いしていたのか。ではここに留まり続ける必要はないな。すまない、お前の時間を無駄にさせてしまった優しいんだな、お前は。お前と共に行動し、肝試し大会に参加して、この地が安全だということが分かった。これで妖魔も退治できていたら、これ以上のことはなかったんだけどな。